ということで、はい、今回はですね、はい、前回に引き続きやっぱビタ止め女子を目指すために、はい、キャッチングです、はいはい、まあ、私のアスリート界の道ということで、そうですね、キャッチングが前回ちょっと下手くそだったんでね、最後一球取れたからどうですか、はい、あの映像を見て。いや頑張りましたいや頑張ったとか、俺はもう頑張った評価じゃないから。いや、あの意外と緩く投げていただいてるのに、うん、こんなに取れないもんなんだと思いました。やっぱりでも今日は、はい、しっかり取れるよ。はい、じゃあまずちょっと、うん、あの返信してもらっていいですか。あ、そうですね、はい、はい、じゃあちょっと返信します。返信シュッシュッドアシャキーン。着替えました。いや、だからこれですか。でも、Z ってこっちか。そっちですか。返信間違えてるから。はい、はい、返信完了しました。あとちょっと気になることが一つある。はい、ちょっとだけ、汚い。え、あ、本当だ。前回の駒沢球場の時と一緒じゃん。やってないんじゃん、掃除。1年、中学1年やったよ。おい、あどうした。これですか。これですかじゃなくてすいません、言い訳なんもないです。完全中学中学その状態にする、ね、あの時の感覚を忘れないように。そうなんです、あの日の気持ちをってこと、写真なんですよ。今度もう泣いてるよ、道具が。はい、ということで、じゃあ今日はキャッチングね、はい、じゃあ、じゃあおさらいね。じゃあいきなりやってどこまでできるかな。はい、おー、かっこいい。あー、やっぱり取れない。あー、やっぱり取れない。はい、お願いします。取りに行ってます。なんでなんだろうな。どういうこと。家で反復練習やってないです。やってないな、あれ、はい、完全にやってないです。じゃあ、出てくるのを教えてあげようか。はい。え、あ、これは出てくると思う。え、そうなんですか。うん、はい。おー、取れたー。なんで。え、大丈夫。そうだ、もう俺のミットだから誰が取ってもちゃんと入るようになってる。すごい、佐藤さんのミットめっちゃなんかこうすごいはい、あ取りに行ってしまったお願いします。うわ、怖い、低め怖い、うわ、怖い、低め怖い。
あ、そっか。ブロッキングってどうやってやるんですか？このまま膝を前につけるだけ。こう。ああ。手は。手。こう。ああ。こう。ああ。いいね、いいね、いいね。じゃあブロッキングの練習しよう。はい。で、ワンワンからね。はい。おお。ビタドメールけどブロッキング女子いないからね、はい、ブロッキング女子行こうよ。あ、そうですね。ああ、ブロッキング女子、あ、ブロッキング女子やろ。バンバン来い。はい、伸びてますよ。下下下、マッサマッサ。うわっと、おい、よかったよ。いけた気がします。スローイング女子よかったよ、ブロッキングと。あ、ちょっとスローイング女子、ブロッキング女子目指そうかな。ブロッキング女子いないじゃん、見たことないもんね。はい、どんなブロックでも止めます。あ、止めます。欲しかった、ブロッキング。まあ、徐々にね、調達してるんで。はい。次回は、バッティングです。お、はい、交互期待。頑張ります。